音は大丈夫ですか？音は大丈夫。じゃあね、タイトル言わないでちょっと歌ってみますわ。タイトル言っちゃうとあんまりあるんで、うん、じゃあ一曲その気持ちで作った音を一曲歌います。真面目で強くてイケメンで憎き者、みんなのリーダー赤レンジャー、僕はそんな風になりたかったんだ。だけどロックンロールのおっさんがこう言った。お前はどう考えたって消えんじゃんやろ。僕の心に稲妻が走った。確かに僕は力持ちだけどおっちょこちょいさ、カレーライスも大好きさ。そうかこの違和感、そういうことだったんだね。ロックレンジャー情熱の炎、黄色のレンジャー、ひまわりの心、オレンジレンジャー。綺麗で元気で優しくてモデルみたい、みんなのアイドルモモレンジャー。僕はそんな彼女に恋をした。だけど青レンジャーと緑レンジャーが口を揃えてこう言った。無理に決まってるじゃん、モモレンジャーは赤レンジャーが好きなんだよ。僕の心はマグマで燃えた。確かに僕はかっこよくないしちょっと太ってる、でも誰よりもモモレンジャーが大好きなんだ。僕の気持ち勇気を出して伝えよう。もうもういいロレンジャー、手打ちの笑顔、俺のこう酒の飲み方とか交わし方とか、おそらくそんなことを習った場所なんじゃないかなと思ってます。あとはもう一つは、今になってものすごく武器になってますけども、物事をまっすぐ捉えないでひねくれてひねくれて斜めから斜めから見て歌を作りなさいってずっと言われたから、もう思春期の時にそこに出会っちゃったからずっとひねくれて
ます、でもそこは随分今強い心を持ってますけども、そういう場所です。じゃあね、ゼウスビルっていう歌を歌います。途中で修正君みたく俺ギターソロ弾けないから一人でもやってるし、口ソロ、要するに口のソロが、結構出てきます。なんでこんな説明するかっていうと、結構わけわかんないぐらいやるんですよ。でわけわかんないぐらいやってみんなが、ってなってると、ってなるんですよ、ね、だから、こいつバカだと思ったらバカって言ってほしいし、ってなったら、もう、ってなっちゃうから、素直に、面白かったら面白い、なんだこれと思ったら、なんだこれ、感情を俺にぶつけてやってくれると、俺も盛り上がります。気持ち悪いと思われたらそれなりに盛り上がりますんで、いきます、ゼウスビル。あらららららら、はいはいはい、ゼウスビルの地下に降りてらした、カラーののれんが見えたら、レレレレレ、マイナーコードから始まる鼻歌が響き渡るぜ、ララ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 、俺たちここにいるぜ、ゼウスビルっていうくらいだし、たぶんロックの鍵が住んでるはずだぜ。階段一段降りたら、そこはもう境界線上だぜ。ラララララララ、はい。ララ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 ラ、俺たちここにいるぜ。行くぜ、口のソロ一発目、アニマスダンダシンとタチ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 タボドタタタ、オリサパスソエイヤスンドピスソピン、アタピスソツストパピン、アシタピタチ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 タ
レッツゴーって歌います。それな。日々、生活してるとなんつうかな、いろいろ考えることもありますけど、やっぱり、まあ、歌聴いてもらいましょう。レッツゴーって歌います。手を握っただけ、一緒に寝たのに体を寄せただけ、オスとメスなのに何にもせずにただただ眠るだけ、どんだけ疲れてんだよ、今日もちゃんと朝がやってきたよ。汗をかいたビール苦い、本当はおそらくシャイ、朝一のタバコ苦い、珍しく缶コーヒー一気甘い、ペリ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 スイートソング、ペリ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 ビターソング、
てますが、昨日も月が出てましたけども、俺月の月が好きで、月の歌が、結構あります。ほんでね、俺は多分月って照らされて光ってますけどもね、ずっと月だと思って生きてきたんですけどね、なんか自分の生まれた月とか年とかいろんなことで、なんかあなたは何ですっていうね、結構信用できる人に見てもらった時に、俺太陽でした、あそうなんだと思ってな、あそうか、月だったらよかったんだけど太陽だったらなと思って、まあでもそれはそれでいいかなと思いますけども、太陽なんだよあんたって言われて、まあそれはそれで嬉しかったです。でもすごく月が好きです。月と月っていう歌を歌います。父ちゃん、母ちゃん、なんかありがとな、ものすごく素敵な人が現れたんだ、俺のこと好きだってさ、愛おしいってさ、正直つやらねえよってくらい素敵なんだぜ、俺諦めねえで歌ってきてよかったって思うよ、知らねえうちに歌に魂が宿るようになったんだ、その子はどっちかと言ったら好き、俺もどっちかと言ったら好き、二つくっついたら真夜中歩けるくらいの光になるんだ、夜は嫌いじゃない、でもそろそろ大切な友達本当ありがとな、やっと自分の歌に自信が持てたんだ、ずっと応援してくれてる優しいあいつ、正直に言葉をくれた憎たらしいあいつ、これ諦めねえで歌ってきてよかったって思うよ、知らねえうちに歌に魂が宿るようになったんだ、心細そうに浮かぶ月、隣に行きたい月、二つくっついたら真夜中静かに開けてゆくんだ、夜は嫌いじゃない。でもそろそろ太陽の下あること思うんだ。なあ俺の歌歌ってくれよ。
それが物語になってるっていう、なかなかね、ちょっとでも寝ちゃったら一瞬でわけわかんなくなる映画ですよ。もうね、なんか俺12回いたけど、7回目ぐらいで全てが繋がったかな。だからね、なかなか難しい勝負の仕方してるんですけど、プロたちが作る自主映画なんですよ。どこもバックがついてないで自分たちで勝負して自分たちで売り込んでみたいな形になってます。それが今ちょっと SNS 上ですけども、ムーブメントになって小さな映画館が満員になってます。でまたね、今回またいろいろと自分、また来年か、来年またね、最上映で全国ロードショーがあるみたいなんでね、またこっちも来るかもしれませんので、まあどうぞよろしくお願いしますっていう気持ちが強いです。本当にどうぞよろしくお願いします。今日はそうだね、皆さんの物販も、大志さんもジョニーさんも置いてる、俺も昨日 T シャツね、長袖でなくてすいませんでした、長袖持ってきてなくてね、自分だけ長袖なんですね。この全部が錆びた T シャツとか、あとリストバンドとか、あとはね、自分の CD を作ってるけども、どうしてもライブ版が作りたくて、武田のギグ1と2っつのが、持ってきました。もしよかったら結構いいので聴いてほしいです。で最後に歌います。じゃあそれこそ山本徹監督ありふれた未来という映画が3月10日から全国ロードショーになるんですけどね、その映画の監督がね、ずっとこうやって言ってくれてました。ジョン・レノンがビートルズが世界中にロックンロールを振りまいて、日本で今の清志郎が受け取り、今度その今の清志郎が武田英輔一の夢に出てきておでこをすすっていったって言ってくれました。ああ、ありがとうございます。なんかここに集まる皆さんはなんか分かってくれる、そんな気がして嬉しいです。あの昔の顔を見てると勝手に思っちゃってごめんなさいね。信じてます。どうもありがとうした。子供の日って歌を歌ってます。北海道のさ、武田組、武田英輔でした。信じていきますよ。ジョニーさんありがとう。よっしゃあの人のベンチから3日経った5月5日子供の日、初めて僕の夢にあの人が出てきたんだ。エイスケ
今何時って聞くから8時32分ですって答えた。そしたら8時半でいいんだよっておでこつつかれた。子供と同じ笑顔ではしゃげ、大人になってもまっすぐ見つめる。売れたいロックンロール笑って転がして、それでも強くないから歌うんだよ。君は何を守りたい、守りたいものができたかい。生きるロックンロール、ロックンロールは生きてくことだと思う。みんなもっと愛し合おうさ。じゃあどっちから。夢の中の夢みたいな話、おでこのぬくもり、メッセージだったらいいのにな。オレロックンロール笑って転がして、本気で遊んで戦ってぶち切りだ。それでも強くないから歌うんだよ。僕は君を守りたい、守りたいものがで死んでも生きてやる、君の中で生きてやる。何が何でもね、みんなもっと愛し合おうぜ。お客さんどうもありがとう。君は何を守りたい、守りたいものができたかい。生きることはロックンロール、ロックンロールは生きてくことだと思う。みんなもっと愛し合おうぜ。みんなもっと愛し合おうぜ。
たけど、エースキンでした。どうもありがとう。聞いてほしい歌がいっぱいあるんですけどね、なんつうかやっぱりジョニーさんかっこいいですよ。ずっとモテてますからね、やっぱり昭和にえとずっとモテてるからね。だからそう言えとダメだなと思って、なんかこう積極臭くなっちゃう日々もあったっすけど、ちゃんと、上着いて、いたいなと思います。いい意味でね、しっかりと本気で上着いていたいなと思います。ね、なかなか誤解、ロックンロールって誤解されやすいんですけどね、本気ですからね、でもね。よし、じゃあこの歌を歌って終わります。また月の歌ですけども、お月様照らすっていう歌を、歌いたいです。よし。簡単に一人みんな、覚えたいですけど、顔はもう覚えてますけども、名前は覚えれませんから僕ね、顔は覚えてます、しっかりと。あれでした、北海道さ、武田康介でした。本当にあれでした。最後で1曲終わって歌っております。降っては溶けては降って、いつになったら根付く僕らの声、すすきの方揺れてまるで冬の海、ちぎれた穂が魚みたいに泳ぐ、見れるだけの夢を見続ける、どうせなら一つ叶えたいもんだな。嵐始まる前か過ぎ去ったのか、どれだけ待てばいいんだろう、震えが止まらないんだ。先が見えない、風がない、嵐の中じっと耐える、あなたは一人じゃない、夜の闇をさらに追う真っ黒い雲、その隙間からお月様が世界を照らす。雨みたいなそんな心、たまった涙あふれ出して、ちぎれた心湿らせてこねる、見れるだけの夢を見続ける、どうせなら一つ叶えてやれ。嵐始まる前か過ぎ去ったのか、仕方ないけれど武者震いに変えた。先が見えない、風がない、嵐の中じっと耐える、あなたは一人じゃない、夜の闇をさらに追う真っ黒い雲、その隙間からお月様が世界を照らす。先が見えない、風がない、嵐の中じっと耐える、あなたは一人じゃない、夜の闇をさらに追う真っ黒い雲、その隙間からお月様が世界を照らす。Thank you.
さまが世界を照らす、その隙間からお月さまがあなたを照らす。Thank you.